はい、こんにちは、ペツでございます。国庫将軍で戦う三国通シナリオ5の4回目やっていきましょうね。玄関さんが落ちてるんだな。これは紛れもなく、誰だっけ、この人のせいやね。ということで、違う、お米売りましょう。両家さんでいいかな。違う、153,000。まあ204,000でもよかったけどね。もう一回売ろうか。じゃあバリオさんでね。大平さんね。いや、大平さんじゃなくてね、おいさんにしよう。で、残りを孔明さんに。はい、あとは、これ OK で、治水。まあこんなもんかな。はい、書にいない。で、ここやね。2500で、8000の
12,500。ああ、でも、あれできない。買えないからね。まあ、1万くらい。5000人ぐらいでもいいけどな。長領さんをちょっと移動しましょう。
こんなもんかな。あとは、また小2位ね。あー、やっといた。今回は結構売れる。あ、無理やいねや。4掛けて串30やから116,000。3掛けで学算27。87,000。で、23,000やっといます。で、あ、せや、カモさんも武器いるやん。3,000握っとけばいいので、ん？あ、カウント間違えてたか。はい、
怖いね。あーよかった、やっといた。けどあんまり高くは売れない。2万6何倍、2万7500やけど、ここは3万打っても大丈夫。うん、怖いね。ああ、ヨコさん取られちゃった。はい、では、今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは、さよなら。